大久保彦左衛門の子孫が男女合体変身、超電合体ゴッド彦座。これは超伝達システム、人間の脳波でマシンをコントロールするんだ。すごい、素晴らしい研究です。超宇宙科学研究所ウィーサスの研究員が遺跡から見つけた不思議なこけし。なんだこれ、こけし？これって遮光器土偶に似ていますね。チョウザメの怪人ザメチ出現。こけしを空にかざすと合体変身。宇宙のシャチホコーン。こいつこそが宇宙から飛来した邪悪生命体だったのだ。400年前の恨み、今こそ晴らしてくれるぞ。400年の時を超えた宇宙人とロボットの死闘。矢上蓮、サラ、磯原京香、南翔太、佐野光弘、イジリー岡田。ゴッド飛行だ。地球の平和を守れ。愛知県幸田町から誕生した奇想天外な男女合体ロボットラブコメ。合体しちゃってる。日本バカ映画の巨匠川崎実監督作品、超電合体ゴッド彦座。ご期待ください。